皆さんこんにちは。アクセスいただきありがとうございます。時間になりましたので、アジャックスオンライン1の講習会始めたいと思います。私はバイオサイエンスデータベースセンター NBDC の美濃和と申します。今年度のアジャックスシリーズの全体の司会を務める予定です。よろしくお願いします。いつもであればアジャックスは大学等から開催場所を提供していただいて講師が赴くスタイルですが、今年は特別な年なのでテーマ別に全5回シリーズをオンラインで開催します。すでに2回目の募集も始まっておりますので、それぞれのテーマにご興味のある方、ぜひ次回以降もご参加ください。では早速プログラムを開始しましょう。前半は私の方から NBDC の活動とその検索サービスを中心にご紹介をいたします。まず講習を始める前になんですけれども、講習会の資料の置き場などは皆さんにも URL ご紹介していると思うので、飛ばしますが、こんなサイトからアクセスすることができます。すでにダウンロードしていただいている方も多いかと思います。で、まずは生命科学系データベースの概要からご説明したいと思います。生命科学の、は転換期を迎えているというふうに言われています。生命科学の、情報の爆発ということがもうかなり前から言われておりますし、そのために、これまで仮説検証型といって仮説に沿ったデータを取っていくというような形の、科学の進め方からデータ駆動型の科学への転換ということが言われております。で、そのためにはデータとかデータベースを自由に使いこなすスキルですとか、ひいては、情報学、統計学、数学、計算科学などとのにも、だんだんそういったスキルも必要になってくるというような状態になっています。で、そういうふうなことができてくると、データ、いろんなさまざまなデータを統合して新たな知識発見に結びつけることができるというわけです。で、代表的な生命科学のデータベース、もっと種類としてありますけれども、内容で分類するとこんなようなものがあります。で、ここで今赤字になっているのが、日本で運営されているデータベースなんですけれども、例えばですね、DDBJ、DNA データバンクオブジャパンというのは、静岡県の三島市にある DDBJ センターというところで、塩基配列を収集するという目的で運営されているデータベース。それから PDBJ というのは、タンパク質の立体構造を収集するために、阪大のタンパク研で運営されているデータベース。それから KEG、生命情報システムとして表現している京都大学で運営されているデータベースになります。こういったものが日本でも代表的なデータベースになります。で、一方ですね、データベースを構築法から分類してみるとこんなような分類になります。バンク型から、創設型までありますけれども、上から下に行くに従って、人の関与する割合が大きくなっていくというふうに思ってください。で、バンク型の中には先ほどご紹介したような DDBJ、それから PDB というデータベースがあります。このバンク型についてもこの後ちょっともう少し詳しく説明します。あとは知識モデル型といってに該当するのが KEG ですけれども、KEG は特定のスキルのある人間がですね、読みあの文章とかデータを読み込んで、それで、データを構造化して提供しているというようなものになります。で、バンク型データベースについてもうちょっと詳しく申し上げますと、DDBJ とか PDB もそうなんですけれども、全世界で解読された塩基配列とか立体構造の情報を、査定して受け入れてデータベースに蓄積して、それを公開して共有する。で、その時にアクセッションナンバーを付与するということをやっています。で、論文を投稿する際にはこの雑誌側からアクセッションナンバーの記載を求められるということもありますので、こういった塩基配列か立体構造、そういったものはこういったリポジトリに入れるということがもう習慣になっているわけなんですね。で、最近では、そういったデータ以外のものもリポジトリに入れて、論文公開の際にはその番号を載せるということが、求められるようになってきています。で、例えば DDBJ の例で言いますと、DDBJ は日本ですが、NCBI というアメリカのデータベース、それから、ENA という、イギリスで運営されているデータベース、この3局でもってデータを世界中で共通なものになるように交換をしているというようなことで、全世界に向けて、データを公開しているというような、システムになっています。じゃあ、データを共有する意義ということを考えてみると、どういったことかと言いますと、先ほど論文を書くときにはそのデータをリポジトリに入れるということを言いましたけれども、それをやはり第三者が見ることができるというふうにしておくということがとても重要ということなんですね。で、第三者と共有するもので、それで、
それはどうしてかというと、なんか再現性があるかどうかとか、そのまあデータそのものが間違っていないかという透明性というような観点から、まあ、第三者が検証できるような状況に置くというのが必要なことですし、それから最近ではそうやってリポジトリに入れられたデータを再利用する、または新しい技術 の開発のために使うというような目的もあって、リポジトリに入れていくということが非常に重要になっていくわけです。それなので、まあ国などで公的資金を投じて得られたデータは全ての市民のものだから共有しましょうという流れになっています。で、そういったデータをまあオープンに使えるようにしていきましょうというこういう流れを、最近の言葉でオープンサイエンスという言葉があるんですけれども、そのオープンサイエンスに向けては国際的にはこの資料にあるように G8 とか G7、 そういったサミットに付随して行われている科学大臣会合ですね、そういったところでも、まあ、論文のオープンアクセスに加えて研究データまでオープンに化していきましょうという声明が出たりとか、まあ、そのために、具体的な、活動をしていくというようなことが謳われて、おりますが、それに、呼応するようにですね、日本でも、総合科学技術イノベーション会というところで、まあ、オープンサイエンスに向けた検討会というものが持たれて、実際に具体的にいろんなことを進め、取り決めを作っていきましょうとか、そういった活動をやっています。で、これはなぜかというと、まあ、そういった公的研究資金を用いた研究成果ですね、そういったものを、まあ、科学界はもとより産業界で広く使えるようにするということで、イノベーションの創出につながるということを目指したということで、このオープンサイエンスの定義というのはここの一応青く書いてあるところですね、こんな言葉で、検討会の、文書に記載されています。で、一方ですね、もうちょっとこの動きより前から、まあ、2011年頃から研究コミュニティの中でも、じゃあオープンにしていくためにはどうしたらいいのかということがいろいろ議論されてきました。で、その中でフェア原則とここに書いてあるファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーザブルというこの4つの言葉の頭文字を取ってフェア原則と呼ばれる、まあ、コンセプトが打ち出されてきました。で、これにまあ、ここに書いてある通り、こう見つけられることが重要だし、それに実際データにアクセスできることが重要、それから、相互運用できるというのは、お互いにそのデータの交換をしたりとかですね、データを一緒にこう使うことができるようなものにするとか、でもちろんそれが再利用できるような形でちゃんと提供されていることが重要、このフェア原則というのが研究者コミュニティ側からも謳われていたわけですね。で、こういったことで、オープンサイエンスっていうのがいろんなこうフィールドから声が上がってきています。で、フェアについてもうちょっと知りたいなということがありましたら、ぜひ NBDC のサイト のデータ共有の基準のフェア原則っていう記事がありますので、ぜひそちらもご参考になさってください。さて、ここからはですね、まあ、このオープンサイエンスに向けて、まあ、JST と NBDC がどういう取り組みをしているかということをちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。で、まず JST なんですけれども、科学技術振興機構という名前でして、その第4期中期目標という、まあ、一応その法人としての目標みたいな中にですね、研究開発成果の最大化というような目標があります。で、その中で2の知の創造と経済社会価値への転換というところで、まあ、ライフサイエンス のデータについて特に取り上げていただいてまして、それでライフサイエンスの研究の成果が、まあ、広くいろんなところで使われるようにするという、そういうオープンサイエンスの動きをやるための、組織が必要ということが謳われております。それで設置されているのがこのバイオサイエンスデータベースセンターということになりまして、まあ、データベース統合を通じて新たな知識へ結びつけたいということで、私たち日々活動しております。で、ここに書いてある広くつなげて使うというのが、最近ちょっとウェブサイトをまた新たにするときに掲げたキーワードなんですけれども、広くという意味ではデータの共有をしていこうということ、それからつなげてということは、まあ、データベースを統合できる形で提供していきましょうということ、それから使うのところでは、まあ、そうやってつなぎできたデータをどうやって利活用していくかって、そういう道筋も示すというようなことで、まあ、データ駆動型研究に結びつけるための活動をしているというわけです。それで、まあ、普段はですね、パンフレットをいつも講習会の時はお配りしているので、それを見ていただくんですけれども、
パンフレットの、あの下に書いてある URL のところにもパンフレットのリンクがあるので、もしよかったら後からちゃんと見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、統合データベースというこの活動がですね、どういった流れで起きてきたかということがそこの資料に書いてあります。それで、2006年の9月に、実はその、まあ、NBDC が今やっている事業の前身となるようなですね、統合データベースプロジェクトというのが開始したんですけれども、なぜじゃあこの統合データベースプロジェクトが必要だったかということで、その次の資料にあるように、まあ、生命科学分野のデータベースがその当時ですね、まあ、どういう状態だったか、それに対してどんな要望があったかというのを簡単にまとめたのがそのスライドになります。ちょっと概要としてまとめるとですね、3点ぐらい大きな問題点があるということがありまして、どんなデータベースがどこにあるのかがよくわからないということですね。なんかいろいろありそうなんだけれどもよくわからない。それから2番目は、まあ、いろんなデータベースがあるのがわかるけれども、じゃあそれをいちいち全一つ一つ言って検索するの非常に手間だよねっていうような問題点がありました。でさらには、まあ、ウェブサイトに行ってそのデータを、まあ、一つ一つ検索したりとか一つ一つなんか結果を見たりとかするのではなく、データセットとして自分の手元で計算に使いたいというような、要望もあって、まあ、大きく集約するとこの3点がまずは、大きな問題点かなということで当時まとめられたわけです。でそれに対してじゃあどういった NBDC のサービスが、このまあ、解決策をご提供できるかなということで、そこに書いてあるように一番の問題に対してはデータベースのカタログを作ってどんなデータベースがあるかを整理しましょうということをやりました。でその次にはじゃあ複数のデータベースを一括で検索できるような仕組みも作ってみましょうということをやりました。でそれから最後には、まあ、データを私たちのところにお預かりしてそれを一括ダウンロードしていただけるようなそういったサービスも構築しましょうということで、この3点にまとめて、活動をしているわけです。で、ただですね、こう、まあ、じゃあいざそのデータを利用 しようとしたときには、実はまだちょっと結構細かな、まあ、細かいと言いつつも結構大きな問題がいろいろありまして、まず必要なデータが入っているかということですね。で、使いたいデータがなかなか見つからない、あるいはなんか公的プロジェクトでこんなデータ取るっていうのをやってたっていうのは知ってるんだけども、その成果どこに公開されてるのっていうのがよくわからないということがありましたので、それについてはまあデータを集めるための仕組みで、まあ、公的な研究には帰宅を義務付けるというようなことが必要なのかなということで、これについてはまああの統合データベースプロジェクトの活動が始まってから徐々に、公的なあの研究公的な資金でやられた研究は、まあ、例えば NBDC にデポジットしなさいというようなことが謳われるようになってきました。で次には、どのようなデータが入っているのかよくわからないということがあります。データベースってあの、まあ、多種多様なデータがありますし、それからデータ項目の説明がそれぞれのデータベースでなんかこうバラバラに なっていたり、またあのひどい時はない、全く説明がなくて単にこう数値とかね置いてあるだけとかいうようなこともありますし、それから分野ごとにある一つのものを説明するのにもなんかまちまちな用語が使われているというすると、いろんな分野から集めてきたデータを一緒に考えよう、一緒に使ってみようとした時に非常に障害があるわけですね。なので、まあ、データフォーマットを標準化するということとかも必要ですし、それからデータの説明、これまあメタデータとかいうものですけれども、そういったものを標準化していくということも必要ということになります。で最後にどのように使ってよいのか分からない利用条件ですね。そういった条件が、まあ、データベースごとにどこに書いてあるのかよく分からない、あるいは見つけたとしてもデータベースごとに条件がバラバラだと、じゃあそれを一緒に使うときにはどういう条件でやればいいのか全く分からないとかですね。で細かく言えば、まあ、商用利用が可能かとか、まあ、使うのにあたって契約が必要、使用料が必要、そんなようなことがよく分からないということがあったので、利用条件を標準化してそれをちゃんと明示してということも必要だなと。でその利用条件というのは、例えばデータ作成者の著作権をどうやって書くかみたいなこともありますし、まあ、商用非商用とかそういった公開条件とかそういったものも非常に明記しておくことが非常に重要だなということが分かっていたわけです。それで、まあ、先ほどのキーワードの広くデータの共有をに結びつけるために、まあ、例えばルールの整備とかガイドの作成なんかをうちがやってるわけなんですけれども、その一つでちょっとご紹介したいのがこのクリエイティブコモンズというあの、まあ、ライセンスの付け方ですね。これもともと著作物、例えば絵とか、動画とかそういったものにつけるっていうようなものなんですけれども、この4つの表示、
4つのマークですね、表示、それから非営利かどうかということと、改変禁止と継承、この4つのこのマークを組み合わせて6種類の利用条件が設定されています。でその下に書いてある、点線で囲ってあるのが、CC の、クリエイティブコモンズが提唱している6種類の利用条件なんですけれども、利用条件があまりいろいろ課されていない方が利用はしやすいというのは当然のことなので、NBDC が使用しているいろんなライセンスとしてはですね、CC by SA と書いてある、表示クレジットを表示するということと、それから前の条件と同じ条件で公開してくださいねっていう条件、それからあとは、クレジットさえつけてくれればいいよっていうもの、それからさらにはですね、あえて、CC0 っていうんですけれども、もうこれは私は何の条件も課しませんということをちゃんと宣言してもらうっていうような、そういうラベルの付け方もあって、これらの利用度の、中程度から高程度になるようなライセンスを NBDC では使っております。で次に、つなげてのデータベースの統合に関する活動のところなんですけれども、これも実は、パンフレットのところの中を見ていただくと、本当に実はこうね、ペラッと見ていただくと本当に分かりやすいんですけれども、2つの大きな取り組みをしています。1つは、つなげるための技術開発ということで、これはライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS というところと共同研究の形で、活動をしておりますし、それから分野ごとのデータベース構築支援ということで、今そこにちょっと細かくて分かりにくいかもしれませんけれども、さまざまな先生のお顔がありますが、生命科学というのは、対象とか実験処方とかいろんなものが非常に複雑にありますので、それぞれの分野の専門家の先生にデータベースを、その分野でとりあえずまとめていただくというようなことに対してファンディングをするというようなことをやっています。で NBDC が、統合化していくといったときにはですね、例えば米国の NCBI のように、もう自分たちのところででっかいサーバーがあって、そこに何でもかんでも放り込みなさいと、成果物は全部ここに入れなさいという形をやるのはかなりきついので、どちらかというといろんなところでまとめていただいているのを、インターネット上でこうバーチャルにつなげていくような、そういったも技術を使って、あたかも統合されているようにしていこうという技術開発を中心として、統合を目指しているというのが私たちの活動になります。で最後に、使うデータの利活用に向けては、さまざまなツールをこれからご紹介していきたいと思います。で、その、3つの、先ほど示した3つの要望に応えるものを中心に、今からまずご紹介をしていきたいと思います。で NBDC のウェブサイト、サービスへの入り口なんですけれども、左側に示したようなのがトップページになります。トップページの一番左のところにサービスっていうリンクがあるので、それを押していただくと、右側に示したような画面が出てきまして、一番上のところに対象者とか目的別みたいなことが書いてあって、多分皆さんはこれからどちらかというとこの AJAX の講習が聞かれる方って、データをどうやって利用していこうかというような方が多いかと思うんで、データベース利用者向けというところをクリックしてみるといいのかなと思います。このサービスの一覧のところにはですね、50種類以上のサービスがあって、基本的には全部生命科学のデータベース関連のものです。で登録も不要です。ちょっと一部人に関するデータについてはちょっといろんな申請とかいるんですけれども、基本的に登録が不要で無料で、どこからでも誰でも使えるものになっているので、ぜひ見に行っていただければと思います。でじゃあデータベースの利用者向けのところをクリックするとこんな画面が出てきまして、一例でこう示すと、データベース統合と書いてあるところの一番上のところですね、生命科学のデータベースや特許文献情報を全文検索というのがありますが、そこの青字になっている、横断検索と書いてあるところ、あるいはサービスの、アイコンですね、そこをクリックしていただくと実際のウェブサイトにパーンと飛ぶようになっています。で一番右側にある、灰色の i って書いてあるところですね、そこをクリックしていただくと説明が見られるので、このサービス何なんだろうっていうことをまず概要として分かっていただくのには、そこを見たりするといいのかなというふうに思います。じゃあ先ほどの3つの、データベースに対する要望を叶えていくというところで、まずデータベースのカタログについてご紹介をします。名称はインテグバイオデータベースカタログというもので、現在収録のデータベース2460件です。
まあ、全世界でいうとデータベースの数はまあ1万とか、あんまりアクティブでないものも含めると2万とか言われてますけれども、そのうち2460件のデータベースについて、レコードを作ってあります。で、国内のものが1270件以上あります。それから、記述項目、そのデータベースを説明するための記述項目として全部こう揃えて、なるべくこういうものをちゃんとつけようということをやっていて、それからキーワード検索とかカテゴリーから探すことが可能な、そういったツールになっています。で、入り口は先ほどお示ししたデータベースの利用者向けのところの上から3つ目のところ、データベースカタログと書いてあるところをクリックしていただくと飛んでいくことができます。で、トップ画面でこう出てくるのが、トップページこんな感じなんですけれども、まあ、大きく3つ のパートがありまして、一番左側はまあ検索したり絞り込んだりするような、そういったボタンなんかがあったりするところですね。それから真ん中に、まあ、データベース、その検索とかの条件に合致したものが出てきます。今一番初めのこう画面なんで2460件出ています。で、一番右側はいろんなガジェットがあるので、まああまりここは使わないかもしれないですけれども、一応そういった場所になっています。で、じゃあこの使い方なんですけれども、複数種類のタグを用いて絞り込みというのが、先ほどの左のところのちょっと下側のところになります。で、例えば生物種はまあどれか一つ選んでいただく、プラスっていうのを開くと、まあ、動物の中でも人をはじめとしていろんなものがありますけれども、そういったものからとにかくどれか一つ選んでいただくということになりますし、それから、タグのところはですね、対象とかデータの種類は複数種を選ぶことができるような形になっています。から稼働状況、地域、その他の条件というのがいろいろありますけど、まあ、1つ選べたり2つ選べたりというようなことです。で、例えばいくつかの条件をで絞り込みをかけた時の画面が右側の上になるんですけれども、まあ、生物種として人、からカテゴリーとして健康、疾患、それから発言で、地域として日本というのを選んだような状態になっていて、右側の方 の上の方にはですね、灰色のボックスがあると思いますけれども、ここ一つ一つバッテンを押していくと個別条件を解除することができますし、とにかく一番最初の画面に戻りたいという時は全条件をリセットっていうのを押していただければ戻れますので、こういった形でデータベースを絞り込んでいただいて、自分の目的に合ったものないかなとか調べていただくっていうやり方が一つ。それから右下に書いてあるように、まあ、キーワードのところに何か入れるというやり方ですね。で、ここでここでグレーとして入れているのはインフルエンザってちょっと入れてみたんですけれども、そのインフルエンザってやった時に出てくる上から3つ目のものをちょっと例として次のページで、じゃあこのカタログをどうやって使うのかというところをさらにお示ししたいと思います。インテグバイデータベースカタログの使い方ということで、サムネイルといってちょっと画面のちっちゃいのが左側にありますけれども、それとあと青字になっている、まあリンクあるんだろうなと思われるのその文字ですね、そのデータベース名のとこからをクリックしていただくとオリジナルサイトへ飛びます。で、オリジナルサイトへ飛ぶんですけど、まあオリジナルサイトへね行ったところでなかなかね使い方がわからないということがあります。このサイト何なのかしらというのではよくわからないので、そういう時はですね、まず右側の方にはちっちゃくあります詳細へと書いてある青いリンクをクリックしてください。そうすると私どものところで整えたそのカタログとしてどういう情報があるんだよということをちょっとそこに今拡大しておいてありますけれども、まあ、名称から始まってですね、どんな生物の対象なのか、どこが作ってるデータベースなのかとか、そんなようなことを、揃えて記載してありますので、まずここを見ていただくのがいいのかなと思います。で、説明っていうところがあるんですけれども、ここがちょっとまあある意味肝でして、ちょっとだけ上の画面のところでもちっちゃく出てますけれども、まあ、これNCBA が作ってるサイトなんで海外のサイトですが、その海外のサイトでもですね、日本語で NBDC で、説明文を付与しています。で、なのでまずここを見ていただくとどんなデータベースかなということがわかるかなと思います。で、そういった形でどんなデータベースかが分かったらそこに行っていただくというのがいいのかなというふうに思います。で、もう一つデータベース のカタログの使い方としてちょっと言っておきたいのが、例えばそのサムネイルのところに運用終了とかですね、あと休止14日以上ってことを示してありますけれども、毎日毎日こう搭載されているデータベースについてはこうアクセスをしてみて、そのレスポンスが入ってくるかどうかっていうのを見たりしています。なので、
まあ、稼働中のものは何もラベルがないのでアクセスできるということがすぐ分かりますし、休止っていうのは、まあ、アクセスできない期間が何日継続中っていうことが分かるので、まあ、なんとなく使えそうなデータベースあるなと思ったけれども、リンククリックしてみたらなんかノットファウンドとかそういうふうになるっていう、ちょっと落胆するような状況をなるべく回避しようということでここで示しています。それから右側の方ですね、ここにそのデータベースについて、まあ、さらなる説明資料みたいなのが何があるかというようなこととか書いてあるんですけれども、一つは LSDB アーカイブというのをちょっと後ほど紹介する、この LBDC でやってるアーカイブのにそこにデータそのものがとあの格納されているかということとかですね、あとは統合テレビへって書いてあるのはあのデータベース等の説明動画がありますよということです。であとは一括ダウンロードというのはオリジナルサイトでのデータダウンロードが可能かということで、そういったラベルもつけて皆さんがあの、まあ、データベースにつけてそのデータを活用するにあたって、クルーとなるようなそういうあの情報もここに載せているということになります。あとはこのデータベースの情報、データベースカタログの全体をですねダウンロードして使うこともできるというのがここの今ページにご紹介をしています。ちょっとあのライセンスが先ほどお示した CC のライセンスがいくつかちょっと条件の異なるものもあるのでご気をつけください。でその次からはちょっと実習って書いてあるんですけれども、これはまた後ほどご自分でやってみてください。あのそんなに難しいものではありません。なのでここは飛ばして先に進めたいと思います。でまた次に今度は2つ目の、複数のデータベースを横断的に検索できないかということでデータベースの一括検索に移りたいと思います。生命科学データベース横断検索という名前でご紹介しているサービスです。で、今検索対象のデータベース数が673件です。先ほどあのカタログは2500件ぐらいありましたけれども、まあ、検索できるっていうようなそのデータ自体を全て公開してくれているデータベースっていうのはまあそれほど多いわけでもありませんし、なのでここではちょっとやっぱ673件。程度になってしまっていますけれども、これでもかなりのことが検索できます。いっぱい情報が出てきます。で、日英の相互翻訳が中でありますので、日本語でも英語でもどちらでも入力していただいて構いません。で、いろんな、まあいろんな機能がついてますし、いろんな外部リンクもいっぱい飛んでいけるようになっていますので、まあ、ここから検索を広げていただくということができるかなと思います。で私たちよくご紹介するときに、まあ、Google 検索のようなものですという感じでご紹介はするんですけれども、じゃあ Google やればいいじゃんと言われるんですけれども、まあ、直感的にお分かりかと思いますけれども、 Google で本当の Google でマウスと検索したときに、まあ、生命科学の研究をするんであれば欲しいのはネズミちゃんに関する情報なんですけれども、もうダーッと出てくるのはコンピューターのマウスですよね、といったものしか出てこないっていうのは直感的にお分かりになるかと思います。でさらにはその Google とか Yahoo とか割とその広く浅く検索するようなそういうタイプのものっていうのは、まあ、データベースのようにその非常に深いところまでデータ情報を持っているようなものについても一番上の表層のとこしか検索対象に、まあ技術的にもかなり難しいと思うのでできないということがあるんですけれども、なので、まあ、公開されているウェブの 53% 程度しか Google もカバーはできていないというような研究の報告もあります。で私たちのところでは、まあ、生命科学にの関係したデータベースをなるべく深いところまで検索できるようなそういった横断検索を目指していますので、そこがちょっと大きく違うなということで、まあ、生命科学に関して言えば意図したものを網羅的に取るのにはこういった検索が必要なのかなということです。で検索対象なんですけれども、ちょっとざっくりカウントした感じでこんな感じになります。まあ、文献ですとか、あとは、まあ、プロジェクトで私たちのところのプロジェクトで出てきたものとかですね、そういったものもありますし、ゲノムとかタンパク質とかいろいろありますけど、これはどちらかというと配列そのものではなくて、まあ、配列に関していろんな説明情報がテキストで書かれているので、そういったところを検索するというようなイメージになります。で横断検索は入り口こちらです。はい、先ほどのページから行けます。でトップページはこんな感じになっていて、もう検索のボックスが1個あるだけという感じですけれども、ここには、まあ、5区のサジェスト機能といって、まあ、いくつか入れるといろんなサイトでそうだと思うんですけども、まあ、インフルって入れたらインフルエンザっていう例が出てくるとか、そういった感じで、まあ、入力を支援するような機能もあります。
それから、下の赤点線で、ちょっと下の赤点線で囲ってあるところ、データベースかヒット件数かってあるんですけれども、この違いがですね、まあ、データベースでいきなり検索するというのは一応デフォルトなんですけれども、そうすると、まあ、本当に Google チックな感じで検索結果が出てくるということになります。一つ一つのデータベースの中のレコードが羅列されるという形になります。で、検索結果が左側に出て、右側のツールボックスっていうのはいろんなリンク先、こんな関連語句がありますよとか、それから外部リンクとか、そういったものになります。それで、ヒット件数っていう方で選ぶと、まあ、検索結果がめちゃめちゃ多いなっていうことが予想される場合ですね、まずこっちでやってみて、まあ、もう見てみようかなと思えるぐらいの数にまで絞り込むという場合はこっちがいいのかなと思います。先ほどのインフルエンザも実はヒット件数で言うと10万もヒットしちゃうんで、だとしたら、まあ、自分はインフルエンザのゲノム遺伝子の中のまたさらに多系統を見たいとかね、そういった形でだんだんこう絞り込んでいくことができるというのはそこに示してあります。で、その最終的にたどり着いたデータベースの名称なんかもその情報アイコンで一番下に書いてありますけれども、アイマークのところにマウスオーバーすると中が見えたりしますので、まあ、どんなデータベースかな、そこに書いてある情報だなということを分かりながら、個別のエントリーを見るというような形で使っていただけるものです。で、先ほどデータベース検索をした時のツールボックスを使ってさらに検索を広げるというやり方なんですけど、もう本当にただ単にクリックしていくだけで関連する語句しそうですから、まあ、流行性感冒というのを選択すると、まあ、それで検索したようなまたこういった画面にどんどんこう広がっていくというようなそういった機能になっています。で、他にフィールドごとにいろんな値を設定したりする詳細検索もあるんですけれども、まあ、詳しくはこちらの、詳細検索というところをちょっと見ていただいて必要に応じて活用していただければと思います。で、こちらも実はその実習としてこういうふうなお題が設定されているんですけれども、こちらについては後で見てみてください。ただちょっといくつかご紹介をしておきたいのが、例えばパブメイドへの外部リンクなんですけれども、今インスリンと脂肪肝で元々の横断検索で検索した時にですね、それがちゃんと翻訳されて検索できると、その翻訳語を引き継ぐということができるようになっていますし、J グローバルとこれ JST でまたやってるサービスなんですけれども、これ生命科学に限らずいろんな情報が集められているものですけれども、ここでも、まあ、英語日本語全部翻訳したものが引き継がれているということがお分かりになるかと思います。はい、この J グローバルという中には研究者情報なんかもあるので、もしかしたらお役に立つ場面もあるかもしれませんので、ちょっと覚えておいていただくといいかなと思います。で、横断検索についてはモバイルサイトもあります。なのでベンチトップでちょっと使うとか、そういった使い方もできるようになっています。はい、で、じゃあ3つ目、最後にこう3つ目のデータセットを取得できないかというところのサービスなんですけれども、このサービスについては生命科学データベースアーカイブというのがまた NBDC のサービスとしてございます。で、ここには、まあ、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるということで150件ほどが置いてありまして、で、いろんな形式でダウンロードできるように置いてありますし、それからデータベースやデータについての説明がきっちり書かれているので、まあ、データを再利用するときに非常に使いやすいものになっています。で、データは CC ライセンス、CC 表示継承ライセンスですので、それで利用許諾をなるべく統一してということで、例えばそこにあるデータをいくつか組み合わせて使うときにも非常に使いやすいようになっています。収録されているデータベースはこのようなものになります。まあ、対象としてもいろんなものがありますし、まあ、種類としてもいろんなものがということなんですけれども、データベースアーカイブの入り口も先ほどのデータベース利用者向けのサービスの一覧から行っていただくと上から2番目のところ、に出てきます。こちらから入ってください。で、まあ、この真ん中辺の四角のところですね、オレンジ色の四角の、まあ、一覧内を検索するということで、ここに今下にバーッとリストが出てますけれども、このリストの中を検索するということができます。あるいはまたこの詳細検索といって、フィールドのそれぞれのところで値をちゃんと入れたり、文字列ちゃんと入れたりして検索するような複雑な検索もあります。他にも
データベース一つ一つのデータベースに検索機能がついている場合にそれを活用する検索とか、あとこちらにはブラストといって、まあ、配列の創造性を利用した検索もありますし、あと画像を含むデータベースなど検索するとか、ちょっとそういった複雑な検索もできるようになっています。それが、まあ、一例としてお示しするのがこのような検索結果を返ってくるということです。でこちらも一つあの OpenTG ゲイツの病理情報を見ながらでそのデータを絞り込みダウンロードするという実習をいつもこれなんかなぞりながらやってます。で一応、まあ、OpenTG ゲイツって一つの特別なデータベースなんですけども、それを例にどんなやり方をするのかということを実習の中で示していますので、こちらもまあ、ご自分で資料を見ながらなぞっていただいてもできると思いますし、今ちょっと簡単に説明しましょうか。例えば一覧内検索でやっぱり、OpenTG ゲスの初めの文字を入れると、まあ、3文字以上入れると大体こうやってもう絞り込まれた状態で3件のデータベースが出てくるということになります。なのでまずはじゃあこの、一番下にあるのが今目的の OpenTG ゲイツというものなんですけれども、それの一番右側にある利用条件を確認するということをまずやっていただければと思います。で利用条件には先ほど言いました CC 表示継承のもと配布すると、でクレジットをつけるということの2点書いてあって、じゃあクレジットつけるときにどういうふうに書くのかということまでちゃんと書いてあるので、まあ、いちいちそのデータベースを提供した人になんかこう聞いてですね、なんかやらなきゃいけないということをあまりやらなくていいということになっています。で元に戻って、まあ、データベースの説明を見ましょうということでサムネイルか名前をクリックしていただくとデータベースの説明見えますけれども、こんなふうに各データベースについて説明の項目を揃えて記載していますので、まあ、万が一ですねそのデータを作ったオリジナルの人にアクセスしたい場合とかですね、そういったことも含めて、情報が全部ここに書かれているものになります。でじゃあ実際にちょっとデータの中身をここのアーカイブにはちゃんと置いてありますので、それを見に行くためにダウンロードをクリックして、で見に行くと OpenTG ゲイツの場合はたくさんの種類のデータが置いてあるので、こんなちょっと複雑な表なんですけど、まあ、リンクが1個だけとかそういったデータベースもありますので、そのデータベースによっていろんな形で表示されますが、例えば OpenTG ゲイツはこんな感じになります。で一番下の方に病理情報というのがありますから、それのじゃあ検索&ダウンロードをクリックすると、まあ、こういったテーブル形式でまとめられた、データが出てきますので、まあ、検索して絞り込んだり、あるいは、まあ、もうすでにあるこの病理情報全体のデータをダウンロードしたければさまざまな形式でダウンロードするというようなことができるというふうになっています。でこの OpenTG ゲイツのこのデータに関して言えばですね、病理画像がついてますのでこんな感じで、どれか選んでいただくと実際に病理画像までたどり着くというようなことになっています。はい、これかなり画像大きいので、また後で試される時もネット環境のいいところでぜひやっていただければと、ご興味のある方はやっていただければと思います。でこういったデータベースアーカイブなんですけれども、まあ、データを預けていただく、それを私どもが受け入れるということも一つの大きな役目になっています。なのでデータを預けていただく際にもここに書いたように、まあ、利用許諾が標準のテンプレートがあったりとかですね、データを長期安定的に管理するというようなことがなかなか難しい状況になってきた場合にはぜひこの DB アーカイブというアドレスのところにご相談をいただけると大変ありがたいので、ぜひそういった折にはご相談をください。で今ここまででご紹介してきたそのカタログとか検索とかですね、そういったサービスに関しては、科学技術振興機構 JST は文科省の下にありますけれども、他にいろいろなプロジェクト、生命科学系のプロジェクトをやられている省庁がありますので、例えば経産省の産業技術総合研究所ですとか、厚労省の医薬基盤健康栄養研究所、それから農水省の、まあ、農研機構というところですね、そこなどで、データベースをそれぞれの省でまとめるというような活動もされておりまして、でそういったところの人たちと連携して合わせた形で例えばああいうカタログに結びつける、横断検査に結びつけるというようなことをやっております。で、ここまでが、まあ、検索関係のサービスのご紹介でしたけれども、ヒトデータの関連サービスについてちょっとご紹介をしておきたいと思います。
実はですね、アジャックスのオンライン、今年いろんなテーマを決めてやっていると申し上げましたけれども、5回目、来年になっちゃいますけれども、1月になると、その人に関するデータを調べて利用するというテーマで、私どものところのサービスも含めご紹介をする機会があります。なので詳しい使い方は今日はご説明はしません。概要とかですね、まだありかどうやってたどればいいかだけちょっとご紹介をしておきたいと思います。ご紹介したいのは先ほどのデータベース利用者向けというところから人っていうカテゴリーがあるので、そこをクリックしていただくと出てくるいくつかのサービスがございますが、その中の人資料の解析データ全般を再利用するために、お預かりして利用に対して払い出しをするというような人データベースというサービスとですね、あとは日本人の人ゲノムのバリアントを検索するのに非常に便利な統合バーというサービスの2つです。で、NBDC の人データベースなんですけれども、人に関するデータもご多分に漏れず膨大に最近なってきています。で、それらをこう、整理格納して活用するためのルールというのが日本にはなくて、しばらく前まではその人データを解析された先生がアメリカの DB ギャップとかですね、あと欧州でやってるその EGA というそういう割とセキュアなデータですね、そちらの方に格納してしまうようなこともあったりして、でなんとかこう日本でそういった仕組みを作ろうじゃないかということがありまして、2013年の10月に始めたものなんですけれども、とにかくその人のゲノムっていうとですね、やはり個人情報の保護というのは非常に重要になってきます。なので、そういった保護にちゃんと配慮しながらデータを共有して利用推進するためにはどうしたらいいかということをいろいろ考えてこういうプラットフォームを作りました。で、運営にあたってはですね、そのセキュアな環境でデータを保管するところは、先ほども出てきた DDBJ ですねと協力して運営をさせていただいております。で、下の方にはどういったものかということが一応書いてありますけれども、共有のポリシールールですね、ガイドラインとかを NBDC が提供しています。で、その中で、提供者側については、研究に参加していただいたその資料をいただいた方にちゃんと同意が取れているかということと、その、データをこういった公共のデータベースで第三者と共有することに問題がないかということを、研究倫理委員会でちゃんと確認していただいているということが必要になります。で、一方そういうデータを利用したいよという方についてはですね、利用する環境がちゃんと情報セキュリティ対策があるできていますかということを確認させていただくのと、それからそのデータを利用した研究計画がちゃんとやはり倫理審査が通ってますかということを確認するというようなことで、データと提供と利用に関する審査は NBDC が実施するということで、提供者のところにいちいちこう連絡を取って、いちいち共同研究を結ぶとかそういうことをせずに、このデータベース人データベースを介してデータのやり取りができるということになっています。で、人に関するあらゆるデータが対象です。人のゲノムデータというのは割と、数としても多いですけれども、人に関するあらゆるデータが対象になっていますので、特に個人同定ができてしまいそうなデータについてはこういうところを利用するのがいいのかなと思います。で、匿名化とかそういった処理もちゃんとしていただくということが重要ですし、あと最後にメリットとしてはですね、提供者に向けてなんですけれども、論文発表に必要な ID、 やはりこの人データについても DDBJ にて DNA 配列預けるのと同じように、論文発表の際にどこかの公的なデータベースに預けてそれの ID が必要ということになってだんだんなってきていますので、で提供者向けに論文発表に必要な ID を発行するということをこの中でやっています。で、人データベースの中に入っているデータというのは、制限なく公開できる、オープンなデータですね、それが今31件、これは例えば集団の統計値だったり、から特定の個人由来ではないような資料の解析結果というのがこんなところに入っています。から制限公開データ、それは先ほどご説明した審査が必要なデータということになりますけれども、個人ごとの情報になりますが、そういったものが131件、この131件の中には1検体から、たくさんの検体のプロジェクトまでいろいろありますので、ちょっと検体数ということではもうかなりのものになっておりますけれども、件数で言えば131件ということになります。で、あとは、
ここでその論文のために ID を取るんだけれども、まあ、論文の公開までもちろん待ってほしいというのが研究者の心理なので、そのために一定の期間は政権公開データへの移動なんかをちょっと待っていて、ちょっと公開を待機しているデータも、まあ、同じぐらいの数あるというような状態です。で、NBGC の人データベースについては詳しくはですね、NBGC のこのヒューマンデータというアイコンのところを行っていただくとですね、データの利用の手順ですとか、データの提供の時の手順、それから、まあ、それの両方を合わせたようなそのガイドラインですね、もともとの私どもが制定したルールとか、そういったものがここからリンクが全部見えるようになっています。なので、まあ、データを提供したいなと思われた方はデータの提供のところをクリックしていて、で一通り流れを読んでいただいて必要なあの手続きをしていただくということになるんですけれども、まあ、事前にあのご相談などを受けてもおりますので、あのこちらの下右下の方に書いてあるアドレスに、こういったものをやりたいんだけれどもということで、まあ、もちろんあの、申請とかも含めてですね、こちらの方にご連絡をいただければというふうに思います。でもう一つご紹介しておきたいのが、日本人ゲノム多様性統合データベース統合バーというものです。これまで の、まあ、あの何か注目するバリアントを見つけた時のその後の研究者の行動という考えますと、まあ何かありました、注目するバリアントありましたということで、じゃあそれがどういった意味を持ちますかということを、さまざまなインターネット上 の、 あのサイトなどをこの回ってですね、あの調べ、ま、回る必要があったわけです。例えば、一番下の2つが、日本人のゲノム情報、ゲノムのこういったあの変異情報とかを、あの多様性の情報を出してくださっているサイトですけれども、こういったところに行ってその同じようなあのバリアントがあるかというようなことを見たりとかですね、あとはそれと比較する意味で、右上のイグザックというブロード研究所の公開している、まあ、アメリカ上を中心としたデータベースを検索するというようなこと、それからあとそれがなんかこう疾患と関連するのかなというようなことを見るためには、だいたいクリーンバーというデータベースを見に行くということが常だったんですけれども、統合バーの右側の青いところを見ていただくと、統合バーではこれらの検索がワンストップでできることになっています。なのでいくつもいくつも見に行くという作業がいりませんというので、あの便利に使っていただいているサービスになります。で例えば検索例なんですけど、こんな感じになります。検索窓は1個です。でそこ の、 あの検索窓のすぐ下にいくつかの例が、例えば疾患名ですとかジーンネームですとか、例えばポジションとかですね、そういったものがあの例として書いてあります。でこれたまたまそのあのレファレンスのスリップの ID ですねを入れた検索窓になっ、あの検索結果になってますけれども、例えば個々のバリアントへの情報、詳細な情報をリンク、あのまた別ページであのいろんな項目を示していたりとか、それから、データベースごとの頻度って書いてあるのがあるんですけども、ここは、まあ、日本のデータですね、先ほど言ったあの東北メディカルメガバンクとか、京都大学のデータに加えて、先ほどご紹介した人データベースの中にあの登録いただいたデータを再計算して載せているものも比較対象にしていますし、それから最近またあの GEMJ のデータも加わったりして、まあ、日本のデータについて、該当するもの、該当するバリアントがどういう頻度かなというのが見えると同時に、そのやっぱ比較対象としてアメリカのエグザックというデータベースも一緒に見るというような、そういったのページになっています。でもちろん疾患との関連性というのがあるので、まあ、一つ の、 あのこういうバリアントについて、1行とか2行とかそういった形でもう情報が見られるようになっています。はい、ここまでが NBDC の、サービスのご紹介だったんですけども、最後になりますが、DBCLSからその他のサービスツールということでご紹介をしたいと思います。で先ほどからいろんなあの機関名が出てきてちょっとこんがらがってるかもしれないので、ここでちょっとだけおさらいで整理しておきたいんですけれども、真ん中にあるのが DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターというところです。で、右側があのバイオサイエンスデータベースセンターで、この講習会はこの2つのセンターがあの共催でやっているものですけれども、実は所属している大きな機関が違いまして、NBDC は JST の中にありますし、DBCLS は、まあ、情報システム研究機構という中にあります。で、一番左側に何度も名前が出てきている DDBJ なんですけれども、実は情報システム研究機構の、まあ、遺伝研の中にですね、DDBJ っていうセンターが
場所としてはありまして、で DDBJ センターはそういったあの DNA の配列の情報とかたくさん持ってたりするので、あの DBCLS の中で作ったツールとかそういったものを活用して、あのユーザーさんにサービスしたりとか、そういったことではあの DDBJ と DBCLS は協力関係にあるということになります。で DBCLS もたくさんいろんなあのサービス作ってまして、その NBDC のサイトからも公開してますし、まあ、DBCLS のサイトからも同じように公開してるっていうことなんですけれども、その中で使ってる知ってるっていう方が多かったのが統合テレビっていうものになります。でデータベースやツールの使い方、講演を動画で配信するといったものですけれども、動画数に移してみるともう1800本以上あります。でツールの使い方とかそういったものはあの吹き出しによってこうこの実際に動いている画面のところに吹き出して日本語の解説が入ってたりするので非常に分かりやすい、そういったものになります。でそれに加えて、講演の動画っていうのは例えば今日やってるような講習会の動画とか、シンポジウムであの偉い先生が喋ってくださった動画とかですね、そういったものもありますので動画数を合わせて1800本以上ということになっています。でサービスの使い方なんかいろいろあるんで、今日ご紹介したようなサービスの動画使い方動画もあります。でそれに加えてですね、イラストもあるんです。左側のちょっと下の方に自由に使える画像を探すということで、ちょっと従来統合ピクチャーギャラリーって別立てでやっていたあのサービスをですね、まあビジュアル系ということで全部中にまとめてありまして、ここにも CC BY で使える画像が774件もあります。なのできっとあなたのプレゼンテーションに使えるあのイラストがあるかなと思うので、ぜひこっちも覗いてみてください。でイラストも動画もリクエスト大歓迎なので、ぜひ何かあれば画面の、ですね、番組をリクエストっていうところがありますから、ぜひぜひここであのお寄せいただければと思います。で DBCLS のサービスページも一応こんな感じでまとめていて、あのカテゴリーとかユーザーごとにこう絞り込むことができるんですけども、ちょっとお気づきの方もいるかと思うんですけど、例えばデータベース利用者とかアプリケーション開発者というこういうあのまとめ方をですね NBDC と共通にしてますので、あのそういった絞り込み、同じような絞り込み方ができるということになります。で例えば、教材とか資料とかでもあの絞り込むと、例えばさっきご紹介した統合テレビみたいのが出てきます。から、自然言語処理っていうタグであの絞り込むとですね、多分この後山本さんがご紹介いろいろいただけるような、そういったあのテキストにまつわるいろんなサービスが出てくるということになりますので、詳細は後で山本さんがきっとご説明いただけるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ今後に向けてということで、ちょっと、また違った観点からのお話をしたいと思います。あのティム・バーナーズ・リーさんというあのワールドワイドウェブの生みの親なんですけれども、この方があの提唱されている、まあ、ウェブで公開されているいろんなデータの使いやすさっていうんですかね、利用度の高さっていうようなあの、図がありまして、これがその図なんですけれども、例えば PDF で公開している場合ですね、あの PDF で公開していると、まあ、皆さん見るそれを見ることはできる、まあ、公開しているだけいいんですけれども、あの、まあ、なかなかそれをいろんなことで使おうかなと思ったときに結構使いづらいというのがあるんですね。あのコピペもできないとかよく皆さんあのご経験あるかと思いますけれども、なのでこういったその公開されているデータとかそういったものの利用度を上げていく方法というのが、まあそこにいくつかあります。計算機で編集可能なレベルにするとかですね、それをさらにアプリケーション、例えば Excel でなきゃ開かないとかそういうふうにはしないとかいうこともありますけども、それをさらに進めていくと、まあ、インターネット上の中でそれがちゃんとユニークな存在になるようなラベルの仕方をきちんとしてあげるというようなこととかですね、それからさらにはそのデータとデータの間の融合情報をちゃんと決めてやって、そのつながりが分かるようにしていく、でそれを検索可能にするといったようなレベルがあります。で、NBDC と DBCLS ではですね、そのデータを RDF 化していこうという活動をしていて、でその RDF 化っていうのはどういうことかというと、まあ、じゃあ単純にデータ構造からお示しすると、このようなものになります。あの RDF 言ってますけど、リソースディスクリプションフレームワークというのの略語です。で単純に言うと、まあ、主語述語目的語みたいなその三つ組 の、 あのトリプルって呼ぶんですけれども、その形でデータを記述してやるというのがこれの、まあ、一番大元 の、 あの書き方です。でそれ例えば例としてここに書いてあるのは DDBJ に登録された RDNA 配列
というのがありますけれども、それはどんな生物種のに対応するものかということで、タクソノミーの ID っていうのがその中に振られています。で、タクソノミーの ID、 じゃあその39947っていうのは実際は書き下してやると本当は何ていう名前なのっていうのがその下の一列になって、タクソノミー39947っていうのはオリザ・サテバ・ジャポニカグループっていうのに該当しますよということを、こういった情報を一つ一つ三つ組に分解してやるということなんですけれども、ここで今このタクソノミー39947というところはちょうどうまく重ね合わせることができるわけで、うまくこの用語を揃えたりとかですね、書きぶりを揃えたり、この間のつなぐところの書きぶりを揃えたりとかしていくことによって、そういうことを標準化っていう、簡単には呼ぶんですけれども、そういうことをしてやることによって RDF っていうのはいろいろなデータをこうつなぎ合わせることが可能性としてかなり高い構造になっています。で、こういった異なる種類の情報をつなぎ合わせたネットワーク、大きなグラフ構造を作って、そのグラフの部分構造を検索するというやり方で2つの事柄の関係性を生み出すような、そういったデータベースができないかということで、RDF 化によるデータベース統合を目指すということをやっています。で、私たちはそれに向けて RDF データを皆さんにも作っていただいたり、それから自分たちでも作ってみたりとかいろいろことしてますし、それをどうやって利用していくかというのは講習会も別途開催をしているので、ご興味のある方はそういったところにもご参加をいただければと思います。今年も一応やる予定ではあります。で、こういったRDF 化されたデータをやはりこう集める、そのサイトというのは NBDC がホストしているものがありまして、まあ、DBC レスも一緒に活動しているんですけれども、ここにすでに27の RDF のデータセットがあって、一つ一つのデータを非常に細かく分解するので、その 100ビリオントリプル、さっきの三つ組がですね、この中にもう100ビリオンもあるというような状態になっています。なので、こういった RDF データベースを RDF 化して他のデータベースとつなげようというようなことにもご興味のある方は、ぜひこちらの方にも今後も注目をしていただければというふうに思います。ここまでがいろんなご説明で、最後にいくつかお願いがあります。NBDC では、こういったいろいろなウェブサービスとか、そのデータベースの提供とかやってるんですけれども、このサービスの維持とか改善のために、皆さんからの意見を広くいただきたいと思っています。なので、ウェブのところにですね、サービスのページの、先ほどからご紹介しているサービスのページの活用に関する情報提供フォームっていうリンクがあるんですけれども、そちらから情報提供をいただけるようなフォームに飛ぶようになってますので、もしこんな風に使って、よかったとかですね、クレームでも結構です。何かあればぜひぜひお寄せいただければと思います。ぜひぜひ公的サービスなので、使われてなんぼというところがあります。なのでぜひこういった形で活用されている様子を拝見できればとってもありがたいと思います。はい、これが最後のスライドです。サービスについてのお問い合わせとかご意見などは先ほどの利用の提供フォームでもいいですし、トップページのお問い合わせのところからでも一般的にいろんなものを寄せていただけるようになってますので、ぜひそういったところを活用してください。それから、先ほどもご紹介しました、今年の、アジャックスはあと4回オンラインでありますけれども、それについては、イベントの案内とかブログの紹介などさまざまご情報をお届けしている NBDC のメルマガ内でもお知らせをしますので、ぜひ次回以降もご参加いただければありがたいと思います。以上で私の講習を終わります。どうもありがとうございました。